アンテは土星の第49衛星である。極めて小さい衛星であり、ミマスとエンケラドゥスの中間の軌道を公転している。土星探査機カッシーニによって2007年5月30日に撮られた画像からカッシーニの画像解析チームによって発見された。一度その存在が知れるとカッシーニの古い画像が再解析され、この小さい衛星が2004年6月には 観測されていたことが判明した。衛星の発見は、同年7月18日に、国際天文学連合のサーキュラーで公表され、S2007S4 という仮符号が与えられた。その後9月20日に、アンテと命名され、またサターンスリックスという確定番号が与えられた。アンテの名は、ギリシア神話のアルケオニディーズの一人に由来する。この衛星は、 確認された土星の衛星としては60番目のものである。アンテの軌道は自身よりはるかに大きいミマスによる節動的な10時11分の平均経度の共鳴によって影響を受けている。このためメトネの接触軌道要素には大きな変化が生じており、およそ2年の時間スケールで軌道長半径が2 0トルほどの振幅で変動している。パレネび メトネと極めて近い軌道を持つことから、これらの衛星は、力学的に密接な関係にあると推測されている。2007年に、カッシーニが撮影したアンテの画像から、アンテの周辺の軌道上に、古城の管が発見され、R-2007S1 という仮符号が与えられた。この管は、アンテアークと呼ばれている。アンテアークは、アンテに衝突した。 微小隕石によって放出された物質で構成されていると考えられている。天体のある瞬間の位置と速度から計算した軌道要素のこと。時々刻々と変化するものであり、雪道などによる短周期での変動を知りたい場合には、こちらが用いられる。一方、長時間で平均して細かい変動を取り除いた軌道要素は、平均軌道要素と呼ばれる。 ありがとうございます。